発射。あ、フレ与えた、フレ与えた。あ、見せてあげよう M5 マジックを。はい。発射。オッケー、壊れた。はい、終わり。めっちゃ飛んでってる M5。 はい、終わり。はい、どうもスパラです。バトルフィールド2042プレイしていきます。今回はみんなで協力して対ビークル部隊をやっていこうかなと。メイン武器はこちら NTW50 対物ライフル。こいつで地上走ってるビークルにダメージを与えつつ、航空機に対しては最強ガジェットの組み合わせ無反動 M5 と、分隊員にソフラムを持たせてのフレア貫通ロケットランチャー誘導ミサイル砲発射でやっていこうかなと思います。使うスペシャリストはエンジェル。もうひたすらこれで弾薬補給しながら一生対物をしていくと。では早速やっていきましょう。さあ、ここいいマップだね。もうビークルを破壊してくださいと。もう墓場よ、ここ墓場。俺が今からソフラムで狙ってくれたらそこに無反動 M5 ぶち込むから、もうどん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 ロックオンしてほしい。もう航空機に人権ありません。さあ行きましょう。確実に近々これ修正入るだろう。この無反動のやつ。あ、来た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 、ミニエリ来た。これを狙ってくれ、ロックオン。いやー、なんかフレアたかれた。多分表示バグ発生してる。あ、なんか今咲いたんだけど、ちょっと待ってな、これ逃げる瞬間やるわ。ファイヤー。はい、終わった。あいつまあ序盤にフレア咲いてるからな、どちらにせよもう敗北の濃色みたいな。ただ威力がさ一発やから、普通の対空ミサイルだと2発ぐらい当てないと破壊できないんだけど、無反動 M5 ならね一発で壊せるから。ビークルバスターズ集合、全員集まれー。はい、来た来た来た。今回のビークルを破壊する戦友たちだね。みんな NTW 担いでね。よし、じゃあ今回ビークルを掃除するぞ。行くぞー。おお。オッケー。150m 以内同打ち一発だっけ。ぶっ壊れすぎやろ、さすがに性能。こんなの確実に修正入ってくるから。ただやっぱりね、 BF204 初期からやってる人からするとこういうのを遊べる、感じ取れるっていうのはある意味では初期特権だよな。あ、それ当たらんかい。お、豆飛んでる、豆飛んでる。ナイス、ソフラム発射。あれは潰れたでしょ。 OK、 ナイス、赤い、いいね。分隊員が M5 で撃墜した。上空豆ヘリ飛んできてる。ちょ、 M5 構える。ナイス、ソフラム、それは熱い。発射。はい、終わり。このフレア焚いても一生誘導されるバグ、どうにかしろ。ほんまに航空機に人権なさすぎる。完全にデスノートだもんな。さあ来ました、このね、下のセクター。ボルトとか地上ビークル屈創剤から、我々ビークル破壊分隊の本領発揮ってわけで、さあ狙っていきましょう。 NTW 発見ボルト。ちょ、これ偏差難しいわ。 340m。 OK、 当たった、当たった。ちょ、当てていこう、どんどん。いいね、逃げてって、逃げてってる。オッケー、引いた引いた。とりあえずガンマチボルト君には下がってもろうて。さあこれ B2 いけそうっちゃいけそうなんだけどね。あ、豆来てる、豆来てる。これ絶対来るよ。さあ M5 構えちゃおうか。ロックオンしちゃってくれ。 250m か。お、来た来た来た。あー、フレア耐えたか。早いな、フレアの判断。ただもうこれ帰る瞬間ワンチャンいけるんじゃねえか。もうちょっと前進むか。はい、いける。発射。めっちゃ飛んでってる M5。 はい、終わり。ソフラムが求められてる。あー、木で左展開したっぽいな。お、いいね、ソフラムロックオン付き。はい、撃墜した。先に言っとくわ。 OK、 壊れた。さあそれ蘇生は OK、 倒した。さあ蘇生しちゃうよ。おー、これまずいかもしれない。めっちゃ来てる説。これ一回木炊いちゃって。やばいやばい、来てる来てる。後ろにもいる。OK、 倒した。うん、多いなこれ。 OK、 倒した。ああ、仕事が多い、仕事が。対空も対ビークルもやって、歩兵もやって、大変だ大変だ、仕事が多すぎる。これ上から登ってワンチャンいけねえかな。こういったところ意外と登れるんだよな、 BF。 OK、 倒した。強すぎる NTW 系だ。あ、撃たれたぞ。ワンチャンの雪山の上いるんじゃない。鳥の巣、鳥の巣。あ、いるわ。おい、倒した一人。許さんぞ、そのクソ芋は。さあもう一回顔出してこい。おい、倒した。
ビーツ冷たいところではあるんだが、ここで出てくるのが地上ビークルよ。ボルトとか破壊しまくろ。あ、でも壊れてんな、敵の戦車。いけそう。これ詰めるか。ゴリ押しゴリ押し。木もあるし、ワンチャン結構ゴリゴリで行こうか。よいしょ。さあ、どんどんこの木を使って詰めてってくれ。あ、あ、航空機飛んでる、航空機飛んでる。あ、それ狙える。発射。あ、フレ与えた、フレ与えた。あ、見せてあげよう、 M5 マジックを。さあ、つくね。はい。おもろすぎやろ、ほんまに。あのフレア撃ってる間 M5 周り滑空するから、で最後の最後でやってるって言って破壊しに来るから。 OK、 足抜き。足でも100ダメ入るんだね。え、なんか来た。え、かわいい。あ、ウーバーイーツだ。ありがとう。あ、すごい、予定より早く来た。かわいい。ドローンにさ、乗せれるんだ、医療箱。ポイントは美味しくないはずなのに、なんてボランティア精神豊富な人間なんだ。あー、出た出た、 700m 超上空アパッチ 30mm 機関砲くんね。あんまり好き嫌いで語りたくねえけど、あいつ嫌いだわ。あのアパッチの破壊方法が戦闘機ぐらいしか思いつかないんだけど。一旦これ C2 裏取っちゃって、そこからひたすら航空機とかビークル狙い続けるっていうムーブでいいかもしれん。で C1 から味方詰めてきたら圧かけるように C2 行くみたいな。この裏とか強くね、絶対隠れようとするでしょ、航空機とか。あ、車の音聞こえる、車の音。あ、近いぞ、車両が。右右右。マーカーで集合だ。 M5 撃つわ。 OK、 破壊した。だが場所バレたか。これで我々が裏取りしてるのがモロバレになったわけだが、まあ一応エンジェル落としてこれで回復しちゃおうか。このまま C2 いけちゃう気もするけどね。手前の敵からどんどん倒してって、暗殺ミッションみたいな感じでやっていこうぜ。で戦車もおるから、破壊までできたらもう完璧よ。じゃあ手前やろ、手前まず。 OK、 倒した。1キル。 OK、 2キル。 OK、 さ、うお、カット、アーマー来てるわ。 OK、 OK、 やったやった。さあこれで、うわ、あそこの攻撃か。これ手前来てね。おい、倒した倒した。さあこれ C2 横から入りたい気持ちがあるんだが、バレてるかな。これ手前いるくね、何これ。ドローンのためおったんだけど。ちょ、これ戦車どこだ。前側行ったっぽいな、戦車。これ味方内側からぶっ壊しまくろ。おー、待て、破壊できる。オッケー、ナイス、壊した。ちょ、一回下がろう、一回下がろう。下がってこっちに注意引こう。でその間に味方がね、前詰めてくれることを祈ろう。このね、裏っ側でひたすら時間稼ごうぜ俺ら。これいけっかな。はい、いいね、いいね、味方入ってる、味方入ってる。手前来てるよ。オッケー、一人やった。でもう一人来てる。オッケー、やったやったやった。NTW 強すぎ。オッケー、 C2 取れてる、 C2 取れてる。お、豆飛んでる、豆飛んでる。それ破壊できたら熱いぞ。 OK、 撃った。 OK、 壊した壊した。やべ、めっちゃ楽しいんだけどこの分隊行動。 OK、 これ C2 は取れたんじゃねえか。もう硬いでしょこれ。 OK、 ナイス、セクター確保。ここ取れたの俺初めてかもしれん。航空機発見、上空上空。それ狙ってほしいかも、ソフラム。ナイス、フラム。うわ、マジか。フレア、フレア。でもこれ狙えるんじゃない、そのすり鉢飛行は。発射。うわ、邪魔された。遮蔽物使われたわ。ちょっと待って、リロードするわ。あー、すーごい飛んでてる。もう絶対お前は殺すっていう、その意思を感じたわ。さあこの D ポイントどうやって取るん。むずくない、ここデビルマンの人類側の最終防衛ラインじゃん。これはまず下から潰した方がいいのか。おい、一人やった。ビークルはいなさそうな。 NTW 今回あんま活躍してねえんだよな。おい、倒した。もう下のやつら全員倒すわ、 NTW で。同打ち一発の力見せたるわ。
お、奇獣撃ってる、奇獣撃ってる。奇獣の音は幸せの音。録音してくれ。発射。はい、勝ち。お、いいね。フレア耐えてる、フレア耐えてる。無駄な抵抗を。死ぬがよい。オッケー、壊れた。いつになったらこいつは修正されるのやらと。まあ基本的に M5 が航空機を落としたキルログが流れた瞬間に絶対航空機は今回乗らんでおこうってなる。全部のロックオンをフレアで回避するとかやりたくなさすぎて、なったこと。あー、この豆ヘリうめえな。運転もさながらフレアのタイミングうまい。あー、それ強いなー。あ、だ、火吹いてる。オッケー、終わった。さすがの航空機うまいやつでもこれは回避できまい。残り235チケットもあるから、これもう価値格やろ。こんな上からずっとね撃ち下ろしてたら。お、なんかビークル落ちてきた。あ、いるいるいる。痛い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 。あー、味方が一人落ちた。マジか。やっちゃった。せっかくこんなにもポイントを稼いだのに。ちくしょう、クソバグで落ちた。クソバグで発射。いいソフラム、それは。お、回避行動取ってる。オッケーオッケー、破壊した破壊した。倒した。お、ヒカキンマニアがダウン入ってる。ヒカキン TV Everyday。 あ、終わった。 GG、 勝った。まさかのこのマップでブレイクスルー勝てるとは思わなかった。57キルアシスト、いいっすね。やっぱりソフラムと M5 無反動はもう無敵よ。最多乗り物破壊来た。11台もぶっ壊してる。あー、でも分隊順位30位なんだけど。これ絶対2人落ちたから順位めっちゃ下がったわ。間違わない、バグやから。ということでお疲れ様でした。まあ M5 無反動とソフラムはいつか修正されると思うので、今のうちに楽しんでおきましょう。ということでお疲れ様でした。バイバイ。